はい、青春秘密基地。今回紹介するのは機動戦士ガンダムマンの東日本先行発売の地球連邦軍と西日本先行発売のジオン広告軍をすでにね、もうどちらも取り揃えていて購入できるというお店を見つけてきたので、ちょっと紹介していきたいと思います。このチャンネルを見てくださっている人の中にビックリマン好きという方もね、非常に多いかと思うんですが、やはりビックリマンというと最近はね、2パターンが同時にリリースされて、片方がね、東日本先行発売、もう片方が西日本先行発売といった感じで、タイムラグをね、生じながら発売されるパターンが非常に多いんですけれども、今回なんとね、どちらもすでに購入できるという、こちらのガンダムマンの方は10月22日に発売されていたんですが、今回ね、もうすでにね、どちらもね、販売されているお店の方を見つけたので、ちょっと皆さんにも紹介していきたいと思います。で、今回紹介するお店がソフマップさんとなっています。自分の方は東日本先行発売の東日本側なので、西日本のね、ジオン広告軍というと、2、3ヶ月後にね、回ってくるのかなと、首を長くして待たなければならないんですが、なんと今回もうどちらも売っているということで、多分発売当日からどちらも並んでいたんじゃないかなと思います。発売されてまだ数日なのにもかかわらず、西日本先行発売、東日本先行発売、どちらも並んでいるというのはね、自分も初めてだったんですが、コンビニとかではね、まずね、やはりその地域に先行発売されたものだけがしばらくの間売られていて、やはり数ヶ月後の方になって切れ替わってくるということが通常のパターンかと思うんですが、ソフマップさんのようなところではね、どちらも買えるということがね、初めて自分も気がつきました。で、今回4つ買ってきたんですが、ジオン広告軍と地球連邦軍、各ね、パッケージ違いを1つずつ合計4つ購入してきました。で、こちら購入して入れてくれた袋なんですけれども、こちらになります。ソフマップで今回購入してきたんですが、ビッグカメラ小島さんとね、提携しているようなので、もしかすればね、そういったビッグカメラ小島さん、ソフマップのような家電量販店に行けば、どこでも東日本西日本関係なくね、購入できるかもしれませんということなので、ね、今後もね、こういったコラボアイテムのビックリマンに関してはね、東日本と西日本でね、先行発売で分かれてくるかと思うので、もしね、こちらのチャンネルをご覧の方でね、ビックリマン好きの方がいれば、近くにそういったね、家電量販店がある方はね、そちらの方で購入することによって、西日本東日本がね、同時に購入できるということがね、あるのかもしれません。といった感じで、今回はソフマップさんや家電量販店で購入することによって、東日本西日本関係なくビックリマンが買えるんじゃないかということを今回紹介してみました。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。